して今年は2024年問題という言葉をよく耳にした1年でした。これは来年4月からドライバーの労働時間が規制強化されることによりドライバー不足が加速して物が運べなくなることが懸念されている問題です。私たちの生活にも大きな影響が心配されます。このドライバー不足などの問題をどう乗り切るか対策を進める現場を取材してきました。2024年問題で心配されるドライバー不足。高速道路を使った長距離輸送を減らそうと改めて注目されているのが貨物列車です。貨物列車遠距離得意にしています。で、最近お話が増えているのは中距離、静岡からですと大阪方面ですとかそういったところの紹介が増えております。トラックに比べ一度に大量の荷物を運ぶことができる貨物列車にシフトする企業が増えているといいます。さらに企業同士がタッグを組んでドライバー不足を補おうとする動きも。ビールを乗せたトラックが向かったのは即席麺の製造工場。これは去年から札幌と日清食品が始めた商品の共同輸送です。トラックの上の段に即席麺のそばを、下の段にビールを積み込み週1回大阪まで運んでいます。同じ焼津市内に工場を持つことから実現したこの取り組み、トラックの使用台数も2割減らすことができたということです。積載効率とかを上げることによって、今後、2024年の、トラックのドライバーさんの労働時間の抑止だったりとか CO2 の排出とかの問題も年間10トンぐらい、削減できるという試算が出ておりますので、様々な方法でドライバー不足を乗り越えようとする中、新たな解決策として注目されているのが自動運転トラックです。神奈川県海老名市にやってきました。あちらの建物の中にですね、自動運転トラックの開発が行われているということで、今日はですね、その様子や技術を見て確かめていきたいと思います。行ってきます。こちらはアメリカに本社があるトゥーシンプルジャパン。アメリカではすでに完全無人で自動運転トラックの実用化に成功していて、日本でも今年初めて静岡県内を含む東名、新東名の270キロをドライバーが一度もハンドルに触れることなく走行することに成功しました。どうもこんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今見えているこちらがその自動運転トラックになりますか。はい、見た感じは道路でも走ってる、ね、よく見るトラックですけれども、はい、ところどころにこう見慣れないパーツがいくつかこうついているという感じですよね。はいはい、あちらのパーツは何ですか。ほとんどがカメラになるんですけれども、はい、いろんな方向向いてまして8台カメラが配置してます。ドライバー不足の解決へ開発が進む自動運転トラック。物流の2024年問題を受けて注目される最先端の技術とは。2024年問題を受けて注目される自動運転トラック。私たちは試験運転に同行させてもらいました。神奈川県の厚木南インターから東名に乗った後、自動運転に切り替えて新東名の清水パーキングエリアを目指します。はい、今自動に入りました。はい、今この瞬間から自動運転モードに入りました。切り替わったタイミングとかはもう外から見てる分には分からないですね。分からないと思います。時速80キロの速度を保って走行するトラック。運転手を見るとハンドルを握っていません。高速道路での長距離輸送に対応することができるのでしょうか。ちょうど前の車が遅いので抜きにかかったところですね。あ、車線変更しました。周りの車との距離を測るレーダーによって
リアルタイムで周囲の状況を把握することができるといいます。しばらく走ると山間部のカーブが多い区間に、車線幅が狭くて、路肩も少なくて、はい、で交通量も多くて、でさらにこうカーブもきついっていうところで、自動運転にとってはなかなか厳しい条件の場所ですね。もうまさに今難所に来てるということですね、はい。走行中にカメラやレーダーから得る情報が車内のコンピューターに集約されます。そして事前に収集されている道路の情報と照らし合わせることで自動運転が可能になっているのです。さあ、あ、右ウインカー出ました。今自動運転トラックが車線を変更して前の車を抜きました。すぐに左ウインカーが出てまた最初の元いた車線へと戻りました。追い越し成功。こちらの会社では無人運転の実用化に向けて東京名古屋間で試験走行を繰り返しているといいます。この日は高速道路の大半の区間をハンドルに触れずに走行し、予定通り清水パーキングエリアに到着しました。今のこの交通環境で、しっかり走れるようにはなってきてますので、十分に、この、5年以内くらいには、確実に、無人運転ができるように、なるだろうなというふうに私も期待しています。我々がリーダーシップを取って、その課題に取り組んでいきたいな。ドライバー不足を補うため一日でも早く自動運転トラックを実用化させたいと考えています。今まで100のものを運べたんだけども、どうしても人数的なこともあったり時間的な制約もあってそれが8になり、そしたらその我々のシステムを入れて2割を補完していきましょう。一方、トラックに代わる輸送手段として注目されているのが貨物専用のフェリー、ロー船です。この日、清水港に集まったのは130個の巨大コンテナ。3階建ての船内に所狭しとコンテナを積み込んでいきます。トラックの荷台ごと運ぶことができるため、ドライバーの負担軽減につながると期待されるロー船。こちらの会社では大分まで週5日運行していますが、キャンセル待ちが出るほど需要が高まっているといいます。当社のですね、ロー船の利用は過去10年で倍増しております。特に長距離輸送につきましては、陸上輸送するよりも輸送の一部を海上輸送することでドライバーの確保ですとか24年問題の対策につながるものというふうに考えております。トラック運転手の時間外労働が規制され、ドライバー不足が生じる2024年問題。物流業界は新たな輸送手段や最新技術で乗り越えようとしています。いやー、すごい時代になりましたね。本当ですね、技術の発展で、はい、もうやっぱりドライバー不足のこともそうですし、ドライバーさんもその労働環境もすごく良くなるので、どんどんね、もう技術が、ね、進んでほしいなって思います。そうですね。ただ自動運転の自分の意思があるって、そう、なんかさ VTR 見ながらお話されてましたが、追い越ししてたんですよ。ウインカー出して ねちゃんとこうちゃんと戻っ て, いいて不思議がいっぱいですけど、すごい楽しみです。されています。これがね、多分みんな自分たちの生活にも多分浸透してくるので、それが楽しみですね。はい、何よりも安全に、ね、事故のないように願いながら、はい、さらに進化していくのを見守りたいと思います。はい、さあ、そして静岡の中心街の活性化に大きな希望となるお店がオープンしたのも今年です。